こんにちは。今日は新しいことについてお話ししようかと思うんですけど、まあ、この新しいことをやらなきゃいけないのかっていうとどうかっていうことですよね。まあ、新しいことをやっていかなきゃとか、もう古い考え方にとらわれちゃいけないとか、新しいことにも適応しなきゃみたいな話ってあったりするんですけど、まあ、別にいらないんじゃないかなと私は思ってます。一般的にはですね。私は新しいことが好きなんで新しいことをやってるんですけど、そうじゃなかったら、好きじゃなかったら、まあ、別にやんなくてもいいかなと。で、新しいことって実は非常に非効率なわけですよね。新しいことをやるときにいろいろ考えなきゃいけないし、調べなきゃいけないし、リスクもあるわけじゃないですか。えいやってお金を払ったらそれ大失敗だったりとか、えいやと時間使ったらそれが無駄だったりとか、はい、あるわけですよね。まあ、それだったら新しいことをやらずに今まで通りのことをやってた方が、まあ、効率的ではあるかなというところです。ただそれを好むかどうかではありますよね。じゃあ今まで通りで本当にそれでいいのかっていうところもありますし、まあ、今まで通りやってたら効率化で言うと6ぐらいは達成できると。でも効率化10を達成するには新しいことをやった方がいいっていうんであれば、そのリスクを負うかどうかです。ただ新しいことをやるとやっぱり最初のうちは時間がかかるんで、まあ、どうしても非効率になってしまうと。効率的になるっていうのを短期的に考えるか中長期的に考えるかではあるかなと思うわけです。私は毎日新しいことをやってはいますけど、一日一新ということで、ね、これ非効率は非効率ですよね。それをあえてやってるんで、まあ、実はこっそりとですね、今1日3新ということで3つ新しいことをやっているんですけど、まあちょっとですね、今週1個しかないっていう時があってですね、すごく敗北感なわけなんですけど、昨日は3つありましたかね、3つあったなっていうのがあって、で昨日は何やったかというと、いいなと思ってるようなジムを試しに行ったんですよ。で家からはまあまあ近くて、で入会金は1万1000かかるんですけど、月が1万円ぐらいで、まあ、入会金はまあしょうがないとして、で体験料が2200円だったんで、昨日2200円払って行ってみたんですけど、まあ、結果としてやめますちょっと無理だなっていうのがあって、まあ、何が無理かっていうと、プールが暑すぎるんですよ。暑すぎるプールってたまにあるんですよ。ホテルのプールなんかあったりもして、水温が高すぎるんですよ。じゃあ何に合わせてるかというと、おそらくウォーキングの方に合わせてるんじゃないかなと。で、これ水温いつもこんな感じですかってちょっと聞いてみたら、まあこんな感じですと。で、外の気温にもよると。で、夏はもっと暑くなる可能性があると。で、これ暑いっていう声上がってませんかっていうと、じゃあその何往復も泳ぐ方からはそういう声は聞いてますってことなんですけども、まあでもそれを改善しようがないんでしょうね。改善する気がないか改善しようがないんでしょうね。本当暑くてですね。まあ暑いけど、なんか、トレーニングとしていいかなと思ったんですけど、さすがにしんどいですよね。で、一応出てる水温見たら28度だったんで、夏の海でもう28度になることってまあまあないですよね。ないんで、おっとこれでね、長く泳ぐのはきついなと。じゃあ短く泳ぐ練習にするかとかいろいろ泳ぎながら考えてたんですけど、まあやっぱプールもそこ25メートルじゃなくて18メートルだし、18メートルだと数えるの大変ですよね。25×4 だったら私もできるんですけど、18×4 っていくつってパッと出てこないですよね。で今日は 何メートル泳いだとかって計算しづらいですよ。せめて20メートルだったらなとか思ったりするんですけど、まあ、なんかそんなモヤモヤもあって、場所もあんま好きな場所じゃ結果的になかったんで、で、なんかロッカーの雰囲気もね、あんま良くなかったですね。なんかちょっと、ぬぼーっとした感じで、まったりした感じで、なんかですね、ジムっていうよりもお風呂屋みたいな、そんな感じではあったんで、なんか、というのでやめました。で、結果それ1時間ぐらい使ったわけなんですけど、まあ新しいことやろうとするとやっぱ無駄にはなりますよね。それよりも今まで行ってたプールとかをやってた方が良かったかもしれませんけど、まあでも私はその新しいことを試してみたいっていうのもありますし、まあ、それでもうそこが
そこには行かなくていいっていう結論が手に入るんで、まあ、1時間は非効率ではありますけど、今後のこと考えると OK かなと思いますよね。で、そういう口コミなんかがもしあれば、暑すぎるとかって口コミがあれば、それはそれで済むし、効率的かもしれないんですけど、まあ、その、口コミあるのかな？今更見てもですけど、今更見ても、あれではあるんですが、この、なんか、ジムのサイトみたいなのがありますね。一応、Google の口コミとか、Google の口コミ見たりすると、まあまあ、なんか不衛生とか、よく喋る人が多いとか、まあ確かに多かったなって気がしますよね。まあでも、評価も高かったりするし、水温が高いっていうあれはないですね。まあ、わざわざここに書かないのか、私が過剰に反応しすぎるのか、あんまみんな泳がないから、多分まったりプールに浸かるだけだったら、あの水温でいいと思うんですよ。暑いっていうような、あれはないですね。まあやっぱ、まあ試してみよう。まあ風呂が狭いっていうのはなんかありましたね。確かに。まあ、風呂が狭いとか、シャワーが1個しかないとか、この人が多かったらどうなるんだろうとかちょっと思ったりするところはありましたけど、うん、まあ、口コミないですよね。なんか口コミとか調べて、そうすると時間を使わずに済むかもしれませんけど、まあでも新しいことやって、もしそれが当たれば、もう今後良かったわけですよ。そこに行って、もうプールも使えてっていうので。まあでも今回結果的にダメだったわけで、まあ試してみて、そこに1時間使ったっていうのは、まあ私は別に、悔いはないかなとは思ってはいます。で、昨日新しいことといえば、まあ、ブルーレイ、まあ、4K UHD が出たんで、のスラムダンクが出たんで、まあ、それが一つと、ファイナルファンタジーの7のリバースも出たんで、まあそれも一つですかね。で、昨日ランチは、ちょっと個別コンサルティングやる場所で、ちょっと先に行って、ちょっと食べたんですけど、まあ、今まで食べたことない。マグロとアボカドのポキ丼っていうのをそこで食べたりとか、なんかそういうことはやったりはしてはいます。で、そういうのも、まあ新しい、まあランチ一つにとっても新しいことをやろうとすると、そこで時間を損する場合もありますよね。非効率な場合っていうのもありますし、新しいお店に行こうとしたら、まあいろいろ使い勝手も違うし、その、戸惑うところもあったりして、でメニューも新しかったりすると時間かかったりっていうのがあったりして、まあ、新しいことって非効率ではありますよね。で、なんか仕事上でもその新しいことやったりとか、新しいテクニックを試したりとか、新しいプログラミングしたりとかしてはいるんですけど、なんかそういうのって全部が全部非効率なんですけど、私は好きだし、その先の効率化っていうのを見据えてるんで、そこは、まあ、必要経費みたいな感じで考えてはいますね。だから新しいこと非効率なんだけども、それを超える楽しみっていうのはありますし、そこに新しいことのに時間とお金を使うための予算っていうのを、まあ、きっちりそれを分けてるわけじゃないですけど、イメージとして取ってはいますね。そのために効率化できることは徹底して効率化していると。で、新しいことをやればやるほど、誰も知らないことだったり、周りがやってないことが体験できるわけなんで、まあ、結果的にその意味でも効率的にはなるんで、誰よりも先んじて新しいメニューを出したり、できることがあったりすると、まあ、そこで差がつくわけで、そこは根付けも工夫しようが出てくるわけですよね。まあ、そういうことを考えてるんで、結果的に効率化になるから新しいことをやってると。まあ、好きだからやってるっていうのもあるんですけど、だから、パソコンなんか変えたりしても、やっぱり非効率ですよ。まあ私はそのデータ移行っていうのはほぼやらないんで、クラウドにデータ保存してるんで、まあ大体1時間弱。この間測ったら44分とか、まあそれぐらいで元通りにはできるわけなんですけど、なんかそれをやるとしても、ある程度手間はかかるわけですよね。
どういうパソコンにするかとか選ばなきゃいけないし、でもそれをかん、そういうのを考え、そういうのを考えると、じゃあ同じパソコンを5年使っておいた方が非効率なわけですよ。私みたいに毎年買い替えて、毎年データ移行して、毎年、ちょこっとした使い勝手のが変わったりとか、まあそういうのをマスターしながらみたいなのをやってはいるんで、ただそのパソコンを買い替えることによって快適に仕事ができるということであって、十分元は取れてるかなと思ってはいます。だから新しいことは非効率ということを踏まえて、その時間とお金を作っておくと、まあ、そう考えていただくといいんじゃないかなと思ってはいます。だから私がその根付けをしたりですとか、今こうやって YouTube ができてるのも、まあ、YouTube もその最初は新しいことだったわけですよ。まあ毎日のネタっていうのは新しいわけなんですけども、最初 YouTube をやり始めた頃って、まあ、本当に10分の動画に編集の編集に5時間ぐらいかかってたりとかしたわけですよね。でこのサムネイルという画像を作るのにも時間かかってましたし、まあ、今これが11分ぐらいですね。11分ぐらいで、まあ、15分ぐらいで撮って、で、10分ぐらいで編集して、で、5分でアップしてみたいな、そんな感じで、30分ぐらいで終わるようにはなってるんで、最初非効率で、まあ、徐々に効率的になってきたっていうところではありますかね。だからその全く、まあ、で、YouTube をやっていくうちに、まあ、その中でもいろんなことをいろいろ試しては、一応試してはいるんで、外で撮ったりとかですね。画面を共有したりとか、まあ、そういうことを試してはいるんで、まあ、その中でまたさらに新しくて、非効率だけど新しいことをやりつつ、またさらに効率化していきつつ楽しんでいくと、まあ、そういうことをやってはいます。ですので、まあ、非効率なんですけども、非効率なことをやった方が効率化できるものが見えてくるんで、お金も時間もですね。だからこそ新しいことは私はおすすめではあります。ただまあ、非効率であることっていうことは、まあ、念頭に置いて、その覚悟で新しいことをやっていただくっていうのがいいんではないかなと思っているところです。まあ、ぜひですね、一日一新ということで、毎日新しいことですね。で、ちょっとおさらいでポイントについてお話しておくと、まあ、新しいことをやるということであって、まあ、ちょっと違うぐらいでもいいんですよね。だからカフェで違うメニューを頼むとかでもいいですし。で、もう一つのポイントとしては、自発的に選ぶってことですね。じゃあ例えば、まあ、何かをもらったとかですね、いただき物で、まあ、例えば家族が何か買ってきてくれて、それで新しいものを食べるとするじゃないですか。それは私一日一新とカウントしてないです。自分が選んだっていうところが大事ではあるんで、あえて選んだっていうところですね。だからトラブルなんかもそうで、まあ、なんかトラブルがあってそれを体験したっていうのは一日一新にカウントしてない。トラブルを解決するために何か新しいスキルを使ったですとか、新しい道具を使ったっていうのは一日一新になりますけど、そのトラブルがあった時点では一日一新にならないと。だから仕事の依頼なんかも、今までにないような仕事の依頼をいただいたっていうのも一日一新にはならないです。自らがやってないんで、その自らやるっていうのがポイントではあるかなとは思っております。ということで、新しいこと楽しいので、ぜひ、一日一個やってみていただくと。これですね、日々に時間に追われてると新しいことってできなくなるんで、で、昨日と同じってあれですけど、いつもと同じご飯、いつもと同じ時間の使い方、いつもと同じお金の使い方っていうことになって、それはそれで一定の効率は保てるんですけども、なんか面白みもないし、その先の効率化は望めないので、まあやっぱり新しいことをどんどんと言いますか、毎日でもやっておいた方が楽しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ挑戦してみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。